はい、どうもパンドさんいます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なんか思ったよりも皆さん時間を守られていてですね、これ1曲だけにしようかなと思ったけど、急遽2曲したいと思います。ハードワーカーというと、どんなに頑張ってもまだまだ上には上がいる。自分の情けなさに涙が出るけど、涙の本当の理由は君が一生懸命泣かし、ありがとう。コンビニに立ち寄る。いい仕事をした時なんかはビールを買ったりするけど、会社で嫌なことがあった時にはビールは日本酒に変わる。晴れた日になると夕暮れがお借りて行ってくれてる気分になる。なんだか急に切なくなって田舎の母親を思い出す。もう何が正しいのかなんか本当にわかんなくなって、後悔することもあるけれど、人には人の生き方がある、自分は自分の生き方があるって信じてみて、明日も頑張ろう。 wow, wow.どんなにさ頑張ってみても、頑張ってみても苦しいことはまだまだ続いてく。嬉しいことはなかなか見つかんないけど、くじけないで頑張っていこうぜ。その先には必ず笑顔が待ってるから、どんなにさ頑張ってみてもまだまだ苦難は続く。それでもいい、それでこそ自分のことを描けれるから、涙の後には笑顔を。そしてこれからもまだまだいろいろあるけど、まだまだ行こうぜハードワーカー、yeah! どうもありがとうございます。僕こう見えてですね、昔回転寿司屋さんで働いてたことがあるんです。マジでそう、一番初めの就職したの回転寿司屋さんだったんです。だからね、僕まだ 2,3 回くらいしか、来たことがなくてですね、本当に残念だなと思ってるんですけども、ちょっと大将がねネタを切ってからお寿司作るじゃないですか。あれ一番おいしいやり方なんですよ、本当に。魚って切ってそこから鮮度が落ちていくんで、お前も食ってよ。いやいや本当本当、なんですげえなこの人ってずっと思ってたんです。でね、来れば必ずね、笑い声が聞こえるというかね、楽しい空間で、その真ん中にいつも大将がいて、なんかエンターテ最高のエンターテインメントだなと思ったりとかしてですね、なんでですね、ちょっとまだ僕は新参者でね、あれですけれども、最高のエンターテインメントと最高のお寿司を、大将本当にありがとうございました。じゃあ聞いた話によると、これから大将がですね、岡山の音楽界を引っ張っていくと、聞きましたので、終わりがあれば始まりもあるという、曲をやりたいと思います。
り組のさよならカラーという歌を。パムでした。どうもありがとうございました。